ャンネル。こんにちは。こんにちは。でもなんかあのいきなりなんですけど、はい、コメント欄に、はい、毎日夜の7時15分に動画を上げるのに、はい、なんでこんにちはなんやろうなっていうのがコメント欄にありました。おー、あなたたちが撮ってるのはお昼かもしれないけど、はい、毎日夜の7時15分に上げてんだったら、はいはい、こんばんはじゃないのっていうコメントがありました。ああ、なる。でも確かに一理はありますね。確かにと思って。いや、確かにですね。でも見てる人によるじゃんね。いや、そうなんです。これをね、おはようございますのパターンもあるね。はい、徳田まりに、小倉さんまりにおはようございますっていうパターンもあるし、はい、こんにちはもあるし、こんばんはもありますよね。いつでもいい挨拶って何ですかね。どうもみたいな。そうっすね。そうっすね、はい、どうもが、はい、まあもう24時間いけますね、はい、なんか外国で言うはいみたいな、はい、はい、エルバディみたいな。まあが24時間いけるんですかね。いけますね、はい、あともうんちゃんちゃんちゃんにしようかな。新しい。あられちゃん、あられちゃんを、あられちゃん知ってるでしょ。私あられちゃんって呼ばれてたんです昔。どうやってですか。何がですか。あの、私眼鏡かけて、はい、こうやって高い位置でついてるのを探し、はい、結んでたら、はい、あやえとあられちゃんと似てるじゃないですか。まあまあそうですね、無理ありますけどね。似てるコートにしまっちゃう。似てるじゃないですか。あやえ、あられあられちゃん、あーしか合ってるんじゃないですか。え、でも母音が合ってるじゃないですか。あられ、あやえ、まあまあまあそうですね、はい、はい、って言われたんですか。え、知って、あられちゃんは知ってんですか。あ、よく見てましたよ、大好きでした。じゃあ、あられちゃんのを作ったのは誰ですか。せんべいさんだ。何せんべいですか。のり巻きせんべい。知ってるよ。ということで、はい、今回ですね、はい、じゃーん。 あ、なんか初めて持ったけど、軽いな。持っていいですか、はい、あ、軽い。もっとなんかちょっと重厚な、はい、ね、外の感じだと重厚な感じかと思ったら、ね、裏はなんかそうでもなかったです。でもこうなんかこう立てかけられるというか。そうですね、なんか壁にこう、やっとっすよ。10万人登録したら銀の盾が送られるらしいんですよ。これ10万か、はい、やっとっす。もうですね、めでたく30万いきました。イエーイ、ありがとうございます。いやーね、皆さんのおかげでね、はい、30万達成したら来ました、これが、はい、10万人のやつ。結構時間かかるんですね、はい、来年の年末、あと1年半ぐらいかけて、はい、金の盾行きたいですね。おお、え、金って何万人？100万人行くと金の盾らしいんですよ。100万？でも金の盾だったら行ったら表彰式みたいなのに行くんですよね、確か。へー、表彰式みたいなのに呼ばれるらしいんですよ。そうなん。え、今100万人登録の人ってどんぐらいいるんでしょうね。どうなんすかね。今僕が1100とか1000何十位だったんですよ。でも30万以上の人が1000人以上、日本でってことですよね。はいはい、いるんですね、そのサイトによると、はい、だからそれが事実かどうか分かんないですけど、はい、いやいや、でもすごいですね。いや、ありがたいですね、うん、まあ、暇つぶしにね、見てください。はい。ちなみに今日はですね、はい、多分これ出るのが木曜日なんで、はい、まあ、明日が開幕ですね、はい、プロ野球6月19日、はい、開幕で、多分この動画6月18日に出ると思うんですけど、はい、今ドラフト真っ最中で、はい、皆さん盛り上がっていただいてね、ありがたいですけど、土日で完結すると思うんですよ、はい、12球団、はい、で完結してその総集編全部をまとめて出すのは今絶賛集計中なんで、はい、すぐ出ないです。月末までには絶対出しますから、はい、里崎一人でやってるんでめっちゃ苦労するんですよ。でしかもすいませんね、いろいろ間違えてコメント欄の皆さんでね、あれこれこうなんじゃないのって教えていただいたやつとかもあってですね、コメント欄で訂正、もしくは動画内で訂正、結構しましたけど、雑な調べで本当すいません。総集編のデータチェックはちょっとミス許されないんで、はい、ちょっと もう一回調べ直してからやるんで、はい、まあ、日曜日に多分最後の球団が終わって、うん、でそれでその次の週はなかなか難しいと思うんで、うん、でも月内までには、はい、集計して皆さんに、はい、総論を出していきたいと思うんで、はい、気長に待ってください。お願いします。で、なんかこれって今前段ですよね。はい、前段でもうほぼほぼもうすぐ10分なっちゃう。普段の動画の長さ
だよっていう。いやいや、こっからですよ。そうですね、本題は、はい、ここはね、あのいい感じで編集してもらって、はい、さあ行きましょう。はい、何しゃべりましょうか。今シーズンの戦い方ですね。お、明日開幕ですもんね。はい、明日開幕で、はい、まあ、あの全部で120試合になりましたけど、はい、それをどう戦っていくことが、うん、今年の順位を上げる、うん、優勝に近づくのか、はい、っていうのを今日この戦い方が大事なんで、はい、喋っていきたいと思いますけど、はい、まあ、120試合になって取材とかメディアにもよく聞かれるんですけど、うん、120試合になったことで、はい、シーズンに影響を及ぼすことって何かありますかってよく聞かれるんですよ、はい、143試合からね、23試合分減ってるんで、はい、僕の答えはいつも一緒なんです、はい、ありませんっていうね。変わんないんですか？変わんないです。なんかイメージでは試合数が減ると打率とかもちょっとなんか上がりやすいのかなとか。でも上下するんで、そっからは上げれないんで。まあそっか、上下するものっていうのは多分試合数が減ろうが上がろうが、はい、あのそんな変わんないんですよ、確率なんで。まあそっか、そうですね。少ないからって上がるかもしれないんですけど、うん、下がるかもしれないし、多いからって下がるかもしれないですけど、はい、多い分チャンスが上がるから上がるかもわかんないですよね。あ、まあ確かに、どっちの可能性もあるってことですね。そう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 、うん、でもチームが勝つ順位っていう部分では正直そんな関係ないんですよ、はい、それなんでかっていうと、はい、たまにイレギュラーなことありますけど、はい、最終戦までもつれたみたいなのが、うん、まあありますけど、はい、基本120試合ぐらいでもう優勝するチーム決まってます。あ、大体だいたいそのぐらい残してるんでしたっけ。120試合だと、もし3月末開幕だった場合は、はい、多分120試合ぐらいだと9月の前後、はい、8月末から9月頭ぐらいが多分それぐらいなんですよね。残り23試合、23試合ですけど、まあ大体1ヶ月ぐらいなんで、はい、多分それぐらいなんですよ、うん、夏休み終わりぐらいか新学期入ったかぐらいの、はい、季節になるんですよね。で例年、まあたまにね、そこからまだ優勝争いしてますよっていうチームありますけど、大体もうマジック出るかなみたいな、うん、もしくは出たなみたいな感じのとこになってると思うんですよ、はい、だから正直そこまで少なくなったからって何かその優勝争いに影響が出るとかっていうのはほぼないですね、うん。あ、まあ、確かに、まあ、言い方悪いですけど、いわゆるちょっと消化試合的なものって、毎年まあ柔軟試合あったりしますもんね、うん、であと逆に影響あるのはクライマックスシリーズ争いなんですよ。だいたいその8月末9月頭ぐらいから激化するのは、優勝チームっていうよりもクライマックスシリーズ争いが後のその9月1ヶ月で盛り上がって激戦していくわけですけど、今年に関してはセリーグはもう多分クライマックスシリーズないんですよね、うん、はい、でパリーグはあるんですけど、はい、だからそのセリーグにおいてはほぼ影響ないと思うんですよ。でパリーグはひょっとしたら全球団6位まで、はい、その120試合ギリギリまでクライマックスシリーズ最後の1試合まで激化するかもわかんないです、はい、でもそう考えても1位っていう部分では変わらないんで、うん、そこまでそのセリーグに関しては多分ほぼ影響ないですよ、はい、で交流戦もなくなったんで、うん、まあ、ほぼ何も影響ない、うん、でパリーグに対してはそのクライマックスシリーズのところで前後あるけど全チーム平等なんで、まあそんなびっくりするぐらい影響はないと思うんですよね、うん、まあ120試合になったらそこを焦点に、そこを終わりにやっていくわけですから、特になんか変わるわけではない。そう、大きく変わるわけじゃないですね。これがもし、はい、あの50試合ってなったら、はい、ちょっとだいぶ、はい、あのもう先発もう仲良んで、そうですね、もう菅野もう週2回行こう、はい、みたいな、千賀、オリックス、山本、山岡、うん、もう週2回投げよう、はい、もう4人ぐらいでガンガン回して、うん、つぎ込んでつぎ込んでしていこうってなるかもわかんないですけど、はい、120って結構長いんで、うん、そうですね、まあ、シーズンとそこまで変わんないですよね、うん、でしかも、うん、今年はギュッて詰まるんで、去年までで言うと143試合だけど、はい、まあ6連戦もあるけど5連戦あったりとか、うん、で交流戦期間中のブレイク1週間空き日あったりとか、はい、オールスター休みあったりとかっていう、はい、でなかなかぐらいで、うん、あのちょっとブレイクタイムっていうのが少なくてもあったんですよね、はい、でも今年はそのブレイクタイムはないんで、少なくなったからって言っても内容が密なんで、うん、スケジューリングが、はい、だからそういう仲良い仲良いんでっていうのは難しいと思うんですよね、うん、だからそういうことを考えたらやっぱその少なくなったけど中身がこう去年までは多かったけどもちょっとゆるりゆるり、はい、って考えたらそこはまあプラマゼロかなっていうね、うん、でまたこの登録人数がちょっと変わったりとかいろいろ変わってきたじゃないですか。そうなんですよ、言うじゃないですか、はい、あの調べてきたっていうか、あのテレビで出てたから写真撮ってきたんですよ、はい、忘れないようにね、なんか外国人枠が一つ増えるんじゃないかとか。そうですね、だから、まあ、延長が10回までっていうのと、
あと1軍登録人数が29人から31人になって2人増えると。でベンチ入りが25人だったのが26人なんですよね。だから1人増えるっていうところで、はい、まあ、あの特別ルールが採用されるんですけど、うん、これもねみんなが言うんですよ、はい、登録人数増えるから、うん、層が厚い方が有利になっちゃうかって言うんですけど、うんうんうん、そうですね、そんな気しますよ。するじゃないですか、はい、これはね浅いんですよ。なんでですか、使える選手増えればいいじゃないですか。増えるでしょ、はい、思うじゃないですか、はい、僕もそう思うじゃないですか、はい、皆さんよく考えてください、はい、使える選手いるのに勝ってても負けてても必ず出てくるピッチャー、そういう起用する人知りませんかね、皆さんよく考えてください、はい、今じゃなくても、うん、過去の監督さんコーチの人、うん、あなたの推しチームファンのチーム振り返ってみてください、はい、勝ってても負けてても毎日出てくる中継ぎ投手で、うん、勝ってても負けてても代打で出てくる人変わらない、連勝でも連敗でもスタメンメンバー変わらないとか、打ててても打てなくてもこいつは絶対試合に出るとかいませんか。いや、まあまあ出る選手ってまあそこそこ固定はされますよね。でもいるじゃないですか、はい、人いても使う選手一緒だったら意味ないですからね、はい、確かに。要は人がいて使える選手が増える、はい、でもこの人を使うかどうかでこの全体的な層の厚みが生かしきれたりとか、はい、逆に言うと増えたことによってのアドバンテージを得れるわけで、はい、勝ってても負けてても常にそいつ出してたら、はい、いても関係ないんですよ。だって使わない、いるだけですもん、使わないんですよ。だからあの、ね、料理の食材と一緒ですよ。いや、安いスーパー行って安いセールやーと思って、はい、いっぱい買いましたっつって、いや安かったこれも買ったっつって腐らせてると一緒ですよ。冷蔵庫で使わなきゃ意味ないんですよ。確かに、確かに。しかも延長も12回転が10回までじゃないですか。そうそうそう、いっぱい人をつぎ込んで人が足りないみたいなこともあんまりないかもしれない、はい、10回になるから余計に1点差、2点差、3点差で負けてても、うん、いや逆転するかも分からへんと、うん、しかも別に人残しとかなくてもいいんやから、はい、勝ってる勝ちゲームのピッチャー使おうみたいな人出てくるんですよ。あ、確かにそうですね、はい、もうあの後ろを見とかなくてもいいから、うん、だベンチで何もしない人が結構いるかもしれないってことですね。起用法によってはね、はい、そういうのがもし出てきた場合分かんないですよ、はい、出てこないかも分かんないし、うんうん、仮にそれが出てきた場合登録人数が多かったとしても、はい、別に何の意味も持たないっていう。あ、ただじゃあ監督の起用法がまあこうまあ、短期決戦ちょっとこうギュッとなるじゃないですか、うん、だからまあ広く使っていこうっていう監督であれば層が厚いチームの方がちょっと有利かもしれないです。余裕があればね。でもそういうのできるチームって上位にいるチームだけなんですよ、はい、結局下位にいるチームって毎日負けれないと思ってやるから。そうですね、そうでそこの捨てゲームっていうのを作れないんですよね。だからあの、うん、権藤さんが横浜の監督の時は、はい、これ谷繁さんが言ってたんですけど、はい、あの789の勝利の方程式を2つ作ってたらしいんですよ、はい、そうです。 A グループ B グループっていう、はい、でここをうまくこの併用しながら A と B をその過密にならないように投げすぎないようにもう休みもちゃんと作ってこっちが休みの時ははいこっち来ますよっていうようにこう789を2段構えで作ってたらしいんですよ。相当層が厚いってことですね。いやだからそれ層が厚いんじゃなくて層を厚くするように作るんですよ。使わなきゃ層厚くならないですからね。あ、そっか、使わないと実績もできないし。層を厚くするチームっていうのは、うん、併用するチームなんですよ、はい、併用性を取るチームが層を厚くなる、もしくは、はい、怪我人がバンバン出るチームっていうのは層が厚くなりやすいんですよね、うんうん、だ要はレギュラーが固定してるチームっていうのは、はい、層が薄くなるんですよ。だからまあこんな言い方したらあれですけど、はい、西武ですね、はい、西武の多分野手陣って、うん、層はひょっとしたら薄いかもわかんないですよ。でも変わんないですもんね、主力がすごすぎて、はい、そのまあ、このベンチにいる選手もいい選手いっぱいいるんですけど、この差が多分広がっていく一方だから、うん、相手から見たらここが怪我していなくなった時にここが出た時に、はい、安心感が否めないんですよね。あ、まあ、そう大丈夫かな、あの選手に比べてちょっとなってなって、そうそう、でこっちも楽なんで、あの選手に比べたらいけるいけるおせおせで来ると、うん、精神的優位に立てないじゃないですか、はい、で逆にソフトバンクです、うん、めちゃくちゃレギュラー高いんですけど怪我でバンバン抜けるから、はい、使わざるを得ないじゃないですか。で使ってるうちに結果出すから、はい、結果的にこのレギュラーの選手も高い、はい、でベンチの選手もここだったけど、うん、こういなくなって使うから、はい、上がってきてくるみたいな、はい、もうなってくるんですよね、うん、だから層を厚くしたいんだったら併用することですよ。そうじゃないと層厚くなっていかないんで、はい、でもじゃあ層を厚くするチャンスでもありますよね、このベンチの放送ができればね、はい、だからボビーバレンタインの時だと、うん、ロッテでいうと3連投した中継ぎ陣は次の日も絶対休みなんですよ、完全休養。あ、だからベンチにも入らなくてもいいんですよ、はい、ベンチに名前は入ってますけど、うん、もう別にユニフォームも着替えなくてもいいし、うんうん、
あブルペンに行く必要もないんですよ、はい、で多分下手したら試合中に帰ってた可能性もあるし、そこまで、はい、どうせ使わないんで絶対出ないって分かってるから、はい、でもしくは中継ぎでも1イニングでも30球以上投げた場合、はい、もし回またぎして30球以上投げた場合は次の日休みです、はい、っていうもう明確なルールがあったんで、はい、それをなったら次の日いないんですよ、うん、っていうのを決めて使わないっていうところをだやベンチにいたら使っちゃいたいと思うんですよね、はい、だから元々もうベンチにいないようにしてやるかっていうね、うん、っていうところが野手とかでも過密にってやってるからもうこの、ね、日本だとなんか全試合出場とかっていうのがかなりもてはやされますけど、はい、まあ、これもうちょっと過密にってなってるから移動ゲームをもう休ませようとか、はい、ナイターで休ませようとかって言って、うん、その流動的に選手の休みを作ってやっていくと、はい、この31人登録、ベンチ入り26人っていうこの枠が拡大したことがフルに使えますよね。ああ、そうですね。使わなきゃ意味ないんですよ、うん、だからそれができるかどうかであって、うん、はい、トルニッツ増えた、これで総括1チーム強いよは浅いですよね。ああ、ちょっとまだ浅い、考え方が浅いっていう、はい、そこを使いこなせるかどうかですよね。まあ、だ監督の采配にもすごいよりますよね、うん、かなり影響すると思いますよね、うん、であとあの外国人の登録が5人に、はい、増えるんじゃないのか、はい、登録は5人に増えるけどベンチに入れるのは4人っていうね。あ、そっか、はい、だから5人いても、はい、だから要は1人ベンチ外だからその選手はその試合出れないんですよ。あ、そういうこと。登録はされてるけどベンチには入れませんってことですよ。あ、だから、だから要は先発の、はい、あの秋日みたいに抜けるパターンですよね。あ、なるほど、そういうことか、はい、だから要は31人登録してても、はい、26人しか登録できないから5人は登録できないんですよ、はい、ベンチには、はい、日本人でも、はい、でも外国人も5人登録できるようになったとしても、うん、ベンチで使えるのは4人なんですよ、はい、っていうことは先発投手陣に外国人がいないチームっていうのはこのルールを活用できないんですよ。そうですね。野手2人、野手3人、はい、中継ぎ2人だと、はい、登録はできるけど、うん、誰か1人をベンチから外さなきゃいけないんで、はい、だここを先発をもともと抱えてるチームっていうのは強いですね、はい、だからもし先発が2枚いて、はい、先発2人、うん、で野手3人、はい、だったら先発を常に1人投げたら抹消、抹消っていうか登録外にしていけば常に4人フル稼働できるんで、はい、これ中継ぎ2人、うん、野手3人だったら誰か1人削らなきゃいけないんで。そうですね。じゃあ5人一緒に試合に出ることはできないんですね。できないです。はい、ああ、じゃあ楽天ダメだ。ちょっと喜んでたんですよ。だから楽天はだからロメロ、ブラッシュでウィーラーでしょ。で、あのシャギはソン、ブセニッツです。中継ぎと野手なんですよ。だからそれは使えないんですよ。あ、そうなん だ, だから先発を入れないとダメなんですよ、はい、だから要は先発に外国人2人いるチームっていうのは強いですよ。そうですね。常に4人で回せるんで、はい、だから先発2人、中継ぎ1人、野手1人でも常に先発が1人抜くんで、はい、もう4人ボロロって回せるんですよ。そうですね。 あ、ちょっと考え方が違った。外国人1人増えたわーいと思ってました。そうそう、だから DeNA とかでも外国人登録増えるんじゃないのかって言ってても、はい、オースティン、ロペス、ソト、はい、でエスコバー、パットはい、ってなったらそれは誰か1人試合によって外していかなきゃいけない。そうですね。そう、登録はできてる。だから10日間抹消しなくてもいいんで、はい、今日外しても明日使えますけど、うん、そこは一緒に併用はできないんですよね、5人になったとしても。だからもう先発がいるチームですね、うん、は有効的に使えますね。ああ、そういうことなんだ。でもこうなった場合、はい、これが正式に決まると、はい、今そうやってうまく使えなくても、うん、こんなんあるんだったらって言って、うん、外国人補強でするチームが増えてくると思うんですよ。あ、じゃあちょっと先発取ってくるかな。そう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 、あ、これうまく回せないから。でしかも今マイナーとかもね、向こうも進んでないですし、はい、メジャーもどうなるか分かんないんで、ちょっとしたらその能力あるけど契約切られて、はい、あの職がない外国人選手も多分出てくると思うんですよね、はい、そういった選手に声かけて、まあ、もう来日できるようになったら、はい、コンディション良かったらもう途中からでも、だから多分補強もいつもは8月末ですけど、多分9月とか10月ぐらいになるかも分からないんで、はい、その時に9月ぐらいにそういう選手を新たに契約して、うん、持ってくる球団が多分増えると思うんで、はい、今年はそのルールが適用されたら途中から来る外国人のいい悪いで順位も一気に変わるかもわかんないんで、うん、そこもちょっと大事になるかもわかんないですね、途中からの。そうですね。いやでも意外と戦い方ってシーズンやっぱ変わってきますね。そうですね。だからそこら辺の外国人選手の、うん、でもだから使える、あともう一つ言えば使えるって言ったって、はい、使えるだけで結果出さなかったら一投げでも立たないですからね、はい、これは全員が結果を出す前提で喋ってますけど、はい、これ結果出さなかったら5人登録できようが10人登録できようが、はい、意味ないんですよ。逆に活躍してくれれば2人しか登録できなくても、はい、それでめっちゃいいじゃないですか。
そうですね、結局はね、あの使える前提の話なんで、はい、まあ、使えなかったらね、うん、これ全くあのクソの役にも立たないし、はい、有効にも使えないですよね。まあそうですね、だから途中からバンバン補強っていうのが、うん、ひょっとしたら進むかもしれないし、うん、その契約切れて元も普通だったら来なかった来日しなかった外国人選手が、はい、タイミングよく今年だけは来日してくれる可能性もあるから、うん、はい、ひょっとしたら大物がね、うん、途中からいきなり来るっていうパターンも考えられますよね、はい、それによって順位は大幅に変わるんで、あの、まあ、動いてるとは思いますけど、はい、まあ、12球団の海外スカウトの皆さんはもう早急に動いた方がいいですね、うん、そうですね、うん、私は結構聞きたいことあるんですけど、今年同じチームと6連戦みたいなことが結構あるらしいじゃないですか、はいはい、うんうん、それって選手としてはどうなんですか。だからあのこれも戦い方がすごい大事で、はい、一番最初が金土日、明日からの金土日3連戦、はい、だからロッテだったらソフトバンクとか、うん、日本ハムだったら西武かな、はい、楽天オリックスだったかな、はい、っていうのが行われるんですけど、次の週からは同一カード6連戦、はい、球場も変わらないじゃないですか、うん、でそれが行われてずっと行われていくわけですよね、はいはい、でそうなった時にもうカースイが大事なんですよ。え、なんでカースイですか。あのこれはもうあの日刊スポーツの僕のあの、はい、コラムでもう紙面とかネットで書いてるんで、はい、もうそこもちょっとねクリックして詳しく読んでもらいたいんですけど、はい、あの要は日本シリーズとかクライマックスシリーズと一緒なんですよ、うん、6連覇ありえるんですよ。去年のねソフトバンクがクライマックスシリーズ西武全勝、はい、でその後のジャイアンツも全勝したみたいに、はい、球場も変わらない相手も変わらないってなると中で変えれないんですよ。やっぱ流れって大事なんですね。その流れのまま一気に行かれるパターンなんですよ、うん、はい、普通だったら3連敗しちゃった後、うん、よし明日から本拠地帰って、はい、仕切り直しや、うん、っていうのもできるけど、はい、そういうのもできないですよ。もしビジターだったら、はい、もう仕切り直しもホームでも仕切り直しもヘッドクレーもないわけですよ、うん、で相手チーム勢いに乗せたらそのまま飲み込まれるんですよね、はい、だからもしリードで言うと火曜日水曜日の1、2戦目にボコ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 打たれたと、はい、うわやってきた、あのみんなでミーティングで考えたプランが全く成功してないし、めっちゃ打たれてる、はい、どうしようってなったら迷うじゃないですか、はい、で迷いのままあと4試合戦わなきゃいけないんですよ。うわ辛いですねその心境。でその中から改善策持っていかなきゃいけないわけですよね、はい、でも逆に 3連戦だったら、まあ、とりあえず明日やって、はい、よしチームも変わると仕切り直していこうと、はい、でしかもそのチームも調子いいか悪いかもあるじゃないですか、でもこっち乗っていくんで、はい、でもうどんどんリードも迷ってきますよね、うん、でピッチャーも迷いが出ますよね、はい、でバッターとかでもそポンポコポンポコ打てたらもうリズム乗ってるから、はい、これいけるよーみたいなリードは読み切ったーみたいな感じでもいきますし、はい、ピッチャーでもうまくいったら、うん、よっしゃもうこれでもういけるよって波乗れるじゃないですか、うん、で逆にバッターとかでも1、2戦目に抑えられたら、はい、あれほらここばっかり攻められてめっちゃ気になる、まあ、めっちゃ気になる、打たれへん、ああ気にして気にしてみたいな感じになって迷いが来るじゃないですか、はい、だからこのカースイって大事なんですよ。いや出だしが大事なんですよ、はい、本当に。でしかもこの6連戦を絶対3勝しなきゃいけないんですよ、はい、3勝3敗で5割だからまあまあいいじゃないですか、はい、でもこれ2勝4敗になったら借金2なんですよそのチームに。いやしかももしですよ6連敗したら 6ゲームつくんですよね。だからこのカースイを勝ったら、うん、はい、あと4試合で1回勝てばいいだけだからちょっと楽じゃないですか、はい、あ楽だからカースイ木で2勝1敗でいきたいんですよ、はい、そしたらどうあの金土日で1勝すればいいと思ったら楽じゃないですか、はい、楽ですね。だからこ その日本シリーズでもクライマックスでも頭取るとか最初の2戦大事やっていうのは、はい、その流れをつかむためなんですよ。なるほど、初戦取った方が大体上に行くとか言いますもんね。そうそうそう、でなんか日本一確率が80何パーセントとかって言うじゃないですか、はい、それぐらいやっぱ頭取るってその連戦では大事なんですよね、同一カード。そうなった時に僕だったんですよ、はい、金土日は、はい、まあ、3連敗は避けたいですけど、はい、最低でも1勝2敗でいいと、うんうんうん、このカースイにエース当てて、うん、次のカードからの6連戦エンドレスを、はい、もう全て勝ち切っていくんやっていうのにカースイエース当てるんですね。ああ、でもチームもそれ考えてるかもしれないですね。もうカースイ考えてるでしょ、金曜日にエースの明日先発エース並んでますからだからまあ、 あの有効だなと思ったのは、はい、オリックスが有効だなと思ったんですけど、はい、なんか山本山岡も開幕戦つぎ込むかどうかっていう話もあったんで、あ、なんか開幕が山岡投手に出したら、そうそうそう、で2戦目 その土日にも山本投手投げるんちゃうかっていう話もあるんで、はい、あ、そしたらこっちがエースエースじゃないなと思って、そこどうなんやろうと思ったんですけど、うん、僕だったらもうあのもしオリックスだったら、はい、山岡山本を、はい、あのカースイに当てるですね。はあ、なるほど、ね、カースイに当てて、はい、だからもしだから金曜日だったらもう田島とかを、うんうんうん、あの先発させますね、はい、その山本山岡のけた一番いいやつを行かせますね、はい、
で、そうすることによって、でそこをじゃあつながるやん、その後じゃあその6連戦終わったらどうするんやってなった時に、はい、この水曜投げてる人を横滑りで金曜に行けばいいじゃないですか、はい、ちょっと中あの10日ぐらい空けて、うんうんうん、あそうですねっていうぐらい、はい、その同一カード6連戦の、うん、その頭2つっていうのは僕はすごい大事なんちゃうかと思うんですよ、うん、パ・リーグはね、はい、でもセ・リーグは、うん、まあ3試合ずつだから、はい、そんなことはないと思うんですけど、うん、このセ・リーグの今度一番難しいのは、うん、最初東京からですよね、はい、だから阪神が、ドーム、神宮、横浜って言って10日間ぐらいビジターになるんですけど、はい、10日間ぐらいのビジターは、うん、まあ例年あるんでそんなことはね、はい、だそこまで気にならないんですけど、うん、このまあ、パリーグこれはパ・リーグ、セ・リーグも同じなんですけど、はい、遠征が続いて長くなると一番難しいのは練習する環境がないんでコンディション作りなんですよね。やっぱビジターに行って一番難しいのはその練習する場所がないんですよ、はい、ホームだったらね12時ぐらいから特打しようかとか、はい、その試合始まる前に自分の施設を使って特打とか特殊とか自分らの練習時間を確保できますよね、はい、で終わってからでも室内で打とうかとか、うん、バッティングゲージで打とうかとか、はい、トレーニングウェイトしようかっていうのも使えますよね、はい、でも今年のビジターで言えば、うん、ここはまだちょっと分かんないですけどここあのひょっとしたらですよ、うん、ビジターチームがホームチームのトレーニング場を使わせてくれないっていう可能性もあるんですよ、はい、あーそうやっぱそのコロナの感染拡大を考えたら、はい、そのビジターのチームを自分たちのトレーニング施設に入れて、うん、もし感染拡大した場合やっぱその相手チームと適度な距離を保って、うん、やっぱ接触しないようにはいきたいですよね、万が一のことを考えた時、はい、でそしたらその球場内のウェイト場をお互い使うのやめましょうっていうのになる可能性あるんですよ、うんはい、でそうなったらそのウェイトもできなくなるんですよ、うん、でそれでじゃあ外のね、はい、じゃあジムに行こうかってなった時にそこも行って感染したら怖いですよね、はい、その外部の人と接触することで、うん、でまあ感染しないかも分かんないですけど確率が上がるんですよね、はい、でまあ現に、まあ、一つのジムでクラスターが発生して集団感染っていう事例もあるし、うん、そういうなんかその万が一を考えたらそういうところに行くのも避けたいですよね、はい、でそうなったらビジター行った時にウェイトトレーニングをする施設がないから自分らで持ち運びしなきゃいけないってなった時にそれ持ち運ぶのかっていうのもあるし相手のところでバッティングとかもできないから練習がどんどん減っていくわけですよね、うん、でしかもこの準備期間っていうその練習そして練習試合がいきなり開幕が決まって密にやってるんで、はい、やっぱり練習量って全体的に足りないと思うんですよ、うん、その足りないところをビジターが多くなることによって修正しきれないんですよね、はい、そこが今年難しいなと思いますね。そうですね、ずっとだからビジターから入るじゃあその阪神っていうのは結構でもそれまだ後でホームになるんで、はい、だからそれはもう行ってこいですよね。まあそうか、途中でも最初出だし悪くて、うん、こう練習したいのにってやったジャイアンツとかが、うん、あ、こんなビジターばっかりやんってなる可能性もあるんで、はい、そこはもうプラマイゼロですよね。まあでもそっか、もうみんな一緒ですもんね。そうそう、だからそこをどういうふうに時間を自分たちで作って、うん、そういう足りない練習量を補っていけるように苦労する、あの工夫してやるかっていうのは、うん、今年は例年以上にビジターの施設ではすごい重要で、うん、何かを見つけていかなきゃいけない。本当ウェイトトレーニング の器具をもう遠征全部持って行ってホテルの一室をウェイト場ぐらいにするぐらいの感じで持っていかなきゃいけないかもわかんないですね、うん、まあ、球団がじゃあ何とかするなり個人で工夫するなりしていかなきゃいけないと、ね、もしくはそのスイングとかでも、うん、いつもはバッティングできたけどできないからもうホテルで、まあ、僕ら若手の時そうだったんですけどホテルでもう駐車場とかでもう素振りしたりとか、シャドーピッチングしたりとか、はい、あのそういうコンディション作りっていうのをもうできるところを見つけて自分でやっていかないと、ビジター行っての練習量っていうのは一気に下がっていくんで、うん、そこは各チームとか個人でやっていかないといけないし、はい、でよくそのね言うのは開幕少なくなった、あの試合数少なくなったから、はい、開幕ダッシュ重要やってるんですよ、はい、開幕ダッシュやると最悪です。なんでですか？やっぱなんかいい流れ乗りたいじゃないですか、開幕ダッシュして思うでしょ、はい、悲惨なことになる可能性あります。なんでですか？まあ、開幕ダッシュ、はい、それしたいですよね。したいです、したい、しないよりした方がいいですよね、はい、でもそこに重きいくと大変なことになるんですよ、うん、まあ、さっきも言ったように、はい、練習する機会が少ない、はい、いきなり今まで、まあ、どれぐらいの練習量とか密なことやってるか分かんないですけど、うん、まあ、所詮自主トレみたいな感じになって、はい、でいきなり集まって練習試合が始まって、うん、本当10試合ぐらいでこの6月19日明日から入っていくわけですよね、はい、ってなった時に正直仕上がってないですから。ああそうなの？その全体的に、はい、それで試合できる体にはなってますよ、うん、
でもそれを持久力っていうことに考えたら、はい、そんな出来上がってないんですよ。あ、体力がまだ戻ってないそうそう、だからピッチャーとかもまだ9回フルイニング完投を毎週続けられる体力っていうのは、はい、多分回復してきてないと思うんですよ、はい、そうなった時ですよ、うん、開幕ダッシャーって全力でいくと、はい、これ韓国がいい例なんですけど、はい、韓国5月ゴールデンウィークぐらい、日本でいうとねゴールデンウィークぐらいに開幕したんですけど、はい、始まったじゃないですか、うん、肉離れ、怪我人続出です。うわ、やっぱりユニフォーム着て試合入ったら、まあ、僕もそうですけど、はい、アドレナリン出るから行っちゃうんですよね、うん、できてもないけど、うん、でできるから、はい、行っちゃったら筋肉悲鳴上げてバチリいくんですよ。だからあのハムストリング、ふくらはぎ、はい、うん、脇腹、めちゃくちゃ怪我人出てるらしいです。でもそこってあれですよね、もう自己管理にもよりますよね。でも自己管理っていうより出来上がってないのに始まっていきなり生かされるから、はい、管理しようがないじゃないですか、うん、そうゆるりゆるり、まあ、ちょっと今日適当にやっとくかってやんないでしょ。そうですね。だから開幕ダッシュとかにとらわれて全勢力かけて全員でいくと、はい、そうなるから、うん、金土出たから日曜日休もうかとか、ちゃんと休みを監督が与えたりとか、やったりとか、もう、うん、先発 もう無理しないでいいピッチングしてるけども6回で変えようかとか、あ、まあ、そういう配慮が大事になってくるっていう、はい、で、うん、やった時にまだその早く変えて中継ぎバンバン使ってたら、はい、こいつらも怪我するかも分かんないし、数多くの最初の話しないと意味なくなるじゃないですか、はい、だからもう特にもう6月いっぱいはゆるりゆるりの方がいいと思うんですよ、うん、まあ、だからって全敗したら意味ないんですけど、はい、でもそうやってやんないと、あのいきなりだって最初1試合ぐらいたまに休んでいこうかって言ってぐらいだったらいいですけど、うん、バチコーン行ったら1ヶ月2ヶ月いなくなるんですから、そういったそうですね、怪我するのが一番怖いですからね。でもそれが韓国で起こってる事実、起こってるわけですよ、はい、うん、それが日本で起こらないっていう保証ないんですよ。そうですね、出来上がってないまま行くからね、はい、だからそこも大事です。だから開幕ダッシュよりも怪我させないで120試合ゴールに向かって走れるようなマネジメントをすることが大事なんで、うんうん、だこの今言ったことが明日から大事ですね、はい、まあ、だから最悪のことがね起こらなかったらいいですけどね、はい、ちょっと時間もだいぶいきましたけど、はい、すごいちょっと聞きたいことあって、はい、これいろいろ変わったじゃないですか、はい、佐藤さんの順位予想ってこれ変わってくるんですか？変わらないですよ、変える根拠がないですよ。ああ、ちょっとこの短期決戦とか外国人が増えたから戦力がちょっと変わってくるなとか。でもそれ使いこなせれるかどうか分かんないし、外国人補強もどこがするかも分かんないし、はい、でまだ決まってないじゃないですか、はい、外国人の問題もね。あ、まあそうですね、はい、まあ今日は決まってるかも分かんないですよ、はい、出す日には決まってるかもしれないけれども、はい、だからそのもし5人使ってもいいになってるかも分かんないですけど、はい、ベンチ入りしてもいいようになってるかも分かんないですけど、はい、今の情報だと僕が言った情報なんですよね、はい、だから分かんないから根拠がないんですよ。じゃ あの1位予想はセ・リーグ中日と楽天はもう根拠が、ね、はい、もうないから変えないし、はい、はい、まあ、別にあの当たったからって何かしてくれるわけでもないですけれど当たらなかったからってなあの何か罰があるわけじゃないですけど、はい、でも今年はね、はい、当たったらのご褒美があるっていうことが分かったんですよ。え、なんでですか？あるんですか？あのこれはですね、はい、まあ、僕は今月曜日とか、はい、月曜日には絶対出してるんですけど、はい、まあ、木曜日は不定期 で今日木曜日これ出しちゃうからプロスピは明日金曜日に出るんですけど、はい、あのプロスピやってるじゃないですか、はい、でプロスピの中 あの順位予想っていうのがあるんですよ、はい、でそれあの全部当たるとすっごいいいご褒美が当たるんですよ。そのアイテムというかそのね、はい、あの何て言うんですかね、その S のランク契約書とか自、はい、チームっていうすっごい10に当たるとすっごいのが当たるんですよ、はい、え、でも12球団全部当たらないといけないんですか？当たったらね、はい、だから今までは別に当たろうが当たらないが、はい、何のプラスでもなければ何のマイナスでもなかったんですけど、はい、それでやってるから、はい、やっぱ当たったらその契約書がもらえるんですよ、はい、あのね実際やったもうやってるんですけど、はい、やったんですけど考えたんですよ、はい、果たして、うん、楽天と中日1位で大丈夫なのかとちょっと不安になってきてましたね一瞬思ったんですよ、はい、でも、うん、変える根拠がないし、うん、やっぱり自分の目を信じようと、はい、だったからプロスピのその予想も今言ったやつ全部一緒なんですよ。中日1位だし楽天1位だし、だから中日、巨人、広島、阪神、DeNA、ヤクルトだし、はい、で、パリーグも楽天、ソフトバンク、西武、ロッテ、オリックス、日本ハムをそのまま出したんですよ。出した。でこれで本当どこもう勝負かけてるんですから僕は、はい、やっぱあの S 契約書が欲しいんですよ、はい、もうね、だからあのなんか SNS では、はい、あの佐々木さん、もうプロスピの順位予想も佐々木さんに乗らせていただきましたっていう声もあるんですけど、一緒に頑張ろう、もう力
これもうこの S 契約書が取れるかどうか、はい、やっぱ無課金でやってるんで、はい、やっぱ勝負なんですよ。あ、やっぱり無課金の人にはすごい大きいわけですね。それがね、うん、だからもう今年はご褒美があるんで、はい、もうあちょっとその最後確定のボタンを押すときちょうどこれでいいんかなって思いましたね。ご褒美あるから、はい、だからやっぱ期待、みんなに頑張ってほしいですね。そうですね。いや、もう明日からね、楽しみですね。そうそう、あと一番はですね、はい、まあ、コロナにね、選手が感染しないで120試合全うできることが大事なんで、はい、まあ、順位とか活躍するとかもあるでしょうけど、ファンの皆さんもね、この最後まで11月21日の日本シリーズまで全部開催できることを願って我慢することはして、解除されてもやっぱり節度を守りながらね、やってもらいたいなと思いますね。はい。